でもみんなが花火見上げながらさ、拍手してるのめっちゃ可愛いよね。さっき今誰か、誰だ君は。皆さん、ただいまから花火大会が始まります。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、すげえ、いいね。花火大会めっちゃ久々じゃない？飛び盛り。あ、めっちゃいいやん、ハート型。ちょ、待って、とりあえず、後ろの後ろのがちょっとうるさいから撮っておきまして。いいね、いいね、ハート型花火。ねえねえ、ももちももち、ようおかん、久しぶり。しばらく見ないと思ったらまたひょっこり現れて。お前ってかなり自由に生きてるんだな。まあね、そういう感じはもう見た目からして自由でしょうよ、私待って、こっち側に家はないね。あれ、なんか家減ってない？気のせいか。気のせいで会っていただきたいけど、ここは誰の家だったかな。エリアス？あ、違うわ。あ、君かポーラ。そう、メリアスね、出て行ってしまったんよね。あら、いなちゃん、なんだか久しぶりね。ずいぶん長い間話してないわね。一週間ぶりくらい？うん、もっとね。あんまりほっとかないでね。私だって心変わりとかするんだから。相変わらずのダサい椅子ですな。めっちゃ気になるんだけど。うお。あ、これ前買ってったやつ？ミシン。いいね、なんか。てか、家の中にいても、花火の光めっちゃ入ってくるやん。やば。窓から？いやー、綺麗。いいね、いいね。なんかテンション上がるね。ここは私の家やろ？多分この辺りにメリアスの家があったはずなんやけど、なくなってて、1,2,3,4,5,6,7,8,9軒、9軒あるんか。ん？ってことは誰か引っ越してきた？もしかして。もしかして。いや、多分、10人はおらんかったような気がするんやけど、じゃ待って、草めっちゃ生えとるな。そして、はい、クリスティーヌが家にいらっしゃる。お邪魔します。クリスチーヌー。え、なにこれ、なんでこんなもん持ってんの。誰かから買ったじゃないと絶対おかしいよね。わっ、アイラちゃん久しぶり。こんな長く与えていなくて寂しかったでしょう。これからどんどんおしゃべりしようね。どうもどうも。こんな音楽かかっとったっけ。そこはキキアイドルじゃないの。違います。なんでこんな怪しげな曲かかっとん。もっと可愛いものばっかりにしたいよ、クリスティーヌの家は。ほい、そして、まあ、向こう側にも、いっぱいいるんだけど、あの川、川っていうか池を挟んだ左右にあるのは、ペーターとドレミちゃんの家やんね。お、よいしょ。した、なんかと思ってか、思った以上に草生えてんだけど。いやー、そんなに生えないでおくれ。あ、めっちゃ拍手しよる、かわいいカルロス。あ、アイナさん、久しぶりに君の声を聞いて気がするよ。ならね、君と最後に話したのはあの時以来か。1週間ぶりかな。いや、もっとかな。僕の気持ちはあの時から変わってないよ。そんな決められましてもね。でもみんなが花火見上げながらさ、拍手しよるのめっちゃ可愛いよね。さっき今誰か、誰だ君は。誰なんだ君は。え、この子なんて名前やった。サルモンティやったっけ。え、話せない、びっくりした。おっと、村中回ったつもりだったが、まだ挨拶しないやつがいたとはな。村長だわ。俺はサルモンティってもんだ。1週間くらい前に引っ越してきたのさ。よろしく頼むぜ、バナーナ。え、ゴビ。ゴビ。バナーナ。なるほど、君か。君が新しい住人。サルモンティ。まさかの。サル系住人ってね、あんまり住んだことないけん。まあいいんやけど。いいんだけど。もっと可愛い子が来ていただきたかった。もっと可愛い子が来ていただきたかったよ。まあそのうちまたいろいろとあるでしょう。カルロスか。ここカルロスの家やろ？待って、ペーターとドレミちゃんがいない。ペー
タとドレミちゃんがいないよ。あ、ちょっと待って、落とし穴だった。まさかの落とし穴だった。くそ。ここサルモンティの家ってことかな。ですね。ペーターとドレミちゃん、もしかして二人揃ってどこかで、あ、めっちゃ拍手しよる。二人揃ってどこかで、あ、ここドレミちゃんの家か。お邪魔します。ドレミちゃん、ドレミちゃんの家は相変わらず落ち着く感じでよかったわ。まあ、お久しぶりです。お元気でしたか？なのね。最近見かけなかったので、旅に出てるのかと思ってました。いやいや、そんなことはないんだよ。いいね、落ち着くね。かわいい、綺麗な家だね。よかったよ。そして、丁寧にお辞儀をしてくれるドレミちゃん。いいと思う。ペーターは？ペーターいないんだけど、どこ行ったの？ドレミちゃんと一緒にいるよ、そこは。そこは、いないっすね。向こう側の家、あれ誰やっけ？誰の家あれ？うちの村は誰がいましたっけね。ちょ、草をね、せっせっせっせと抜いていかないと。あ、ここはフリル？フリルもいないな。どこ行った？あ、そう、そして広場でね、屋台が出てると思うから、ちょっとくじ引きをやっていきたいなと。やっぱお祭りといえばくじ引きだよね。しずえさん、パロンチーノもおる。あ、アイナ村長、花火大会楽しんでらっしゃいますか？イベントのお供にちょっとしたグッズもございますので、よろしければお受け取りください。ありがとう、しずえさん。その光る花のアクセサリーを身につけると花火に負けないぐらい光り輝けるんですよ。よかったら身につけてみてくださいね。オッケー。まあ、私はこの格好で歩き回ってる以上、恥ずかしいものは何もない。あ、かわいい。むしろかわいい。いいね。妖精になった気分だわ。じゃあ私、パロンチーノさんにバッジをもらいたいんだけど。あ、ここドサコさんじゃない？ドサコさんも健在なのね。よかったわ。お邪魔します。ヤッホー、ドサコさん。あら、お久しぶりでしたのね。ちょっと見ない間に背が伸びました？触覚の分かな、ちょっと。そんなわけないですね。もしかして私が縮んじゃったのかしら。全然、それで縮んだんなら、もともとどんだけだったんだよ。私より身長高いじゃないか。はい、それじゃあ、パロンチーノさん。お久しぶり。おや、こんばんは。夜の森で静けさ、落ち着くもんだね。今日は全然静かじゃないけどね。パン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 言ってるから、後ろ。ところで、おじちゃん何か用かな？バッジちょうだい。そうか、バッジが欲しいのか。そうだね。どんなバッジが似合うかな？うん、なるほどね。ほっほっほ、どうやら君は草むしりに励んでいるようだね。その調子でこれからも村をきれいにお掃除してほしいな。そんな君にぴったりのバッジをあげよう。いろいろ頑張ってたら、おじちゃんまた新しいバッジを持ってくるからね。雑草ハンターのバッジをもらった。雑草をたくさん抜いて、綺麗な村、綺麗な村を目指さなければ。ほら、ここにも。ちなみに、この常吉が出てるこの屋台、ポケモリでも似たような感じよね。まあ、あれはお面の屋台やけど。はい、どうもどうもどうも、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ホームセンターもみつぶとのコラボ商品、花火大会限定稲荷くじはこちらでご購入できます。からくじなしでたったの500ベル、お一ついかがですか？買っちゃう。ちなみに私は吹き戻し以外出たことがないです。毎度あざす。そのクッキーを食べて、中から出てきたくじをまた持ってきてくださいね。そしたら景品と交換しますんで、ただし花火大会終了までによろしく頼みます。ほな、おおきに。とりあえず残念賞以外のものが欲しいです。あ、残念賞以外のものが欲しいです。さあ来い、初当たり来い。ててーん、中からくじが出てきた。どれどれ、稲荷くじ。お、おめでとう、 B 賞やった。 B 賞来たぜ。どや、
はい、どうもどうもどうも、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。あ、お客さん毎度。景品の交換ですか？ひなりくじのご購入でしたら、お一つ500ベル、いかがですか？交換です。はいはい、ほな交換したいくじを渡してもらえますか？なんかこう見よったらさ、D とか、E、F、なんかそのあたり出たことある気がするな。そんなあったかどうかわからんけど。どれどれ？お、B 賞、おめでとうございます。やったね。では、景品の箱入りフィギュアをどうぞ。お、箱入りフィギュア、やった。ロボットのやつ。ほな、またチャレンジしてくださいね。A 賞欲しいんやけどな、A 賞。A 賞ってやっぱりなかなか出んかな。まあね、たった500ベリやしな。ケチっぽいけん。倍率はめちゃくちゃ低そうだわ。はい、食べてまたしても持ってきます。私しょっぱなから B 賞とかいうね、いいのが出てしまったから、さあ食べよう。ててーん、中からくじが出てきた。どれどれ。あー、外れ、3連勝。くっそ、ちょ、何個かまとめて買っとこうかな。あ、てかまとめて買うとかいうことができないのか、これ買います。まとめて買わせろよ。トモコレみたいに10個とかまとめて買わせろよ。はい、何賞まであるんかな。いや、一番下が残念賞なのはまあわかるけど、わかるけども、ててーん、中からくじが出てきた。どれどれ。あー、 G 賞、 G 賞は何ですか。 G 賞出たよ。はい、どうもどうもどうも、やってらっしゃい、見てらっしゃい。私ね、ポケモリでさ、常吉のお面の屋台がめっちゃ欲しくって、一応今のところ、ま、交換っていうか買えるだけの、あの、リーフチケットは溜まってるんだけども、あの、次のね、ラコスケのやつも欲しくって、欲しくって欲しくって。はい。ハズレだけど一応ね。あ、ハズレ、残念でしたー。ムカつく。では、残念賞の先行花火をどうぞ。いいもん。花火楽しいけん。全然楽しいけん。はい、そして、もう一個ちょっと G 賞の方を。こういう時ってね、花火よりもちょっと屋台メインになってしまうよね。現実でもそういう感じやと思うよ。はい。さあ、どうだ。でも、現実のくじってね、結構私、下の方の商品でもいいもの多いなって、個人的には思いよいよね。でけん、逆に上の方の商品より下の方の、これ欲しいんですけど、みたいな。全然交換してくれるけど。お、ウルトラコープ。ウルトラコープって何？ウルトラスコープじゃなくて？ありがとう。ちょ、さらに。さらに、ちょっと被りが出るまでやっていこう。被りが出るまで。買いたいと思います。買っちゃう。さあ、おくんなまし、どん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 おくんなまし。よし、いいものが欲しいです。さあ、中身は。めっちゃ静江さんに見守られようんやけど、中からくじが出てきた。どれどれ。あー、かぶった、いきなりかぶった。もうかぶった。とりあえずこれを渡して終わりにしましょうかね、くじは。あ、どうもどうも。はい、景品の交換ですよ。交換です。 A 賞ね、出すまでにめっちゃかかったっていう話はすごい聞くけんね。はい、ハズレ賞お願いします。また線香花火、いいよ線香花火。楽しいから全然。吹き出し花火変わった。もらえるもの変わったけん、まだ続けるわ。っていうね。はい。次のをくださいな。全然500ベルぐらいバンバン買ってやるわ。サブブラの私は、金持ちではないけど買ってやるわ。よし、あざす。さあ、次は何が当たるだろうか。残念賞も種類あるんやね。何種類あるんやろ。
2種類かな。さあこれは何でしょうか。こいや、かぶり以外こいや。どうや、師匠お、かぶってないぞ。どうや、師匠来てよ来てよ。いい感じ。次は D 賞とか来るかな。D 賞、E 賞。まだ可能性あるやろ。はい、これね。C 賞来たから。そりゃね、できるだけ A 賞が出てほしいけど、なかなか出ないであろうから。はい、C 賞おめでとうございます。中身は何すか。では、景品。お、ミニカーいいね。ミニカーいいやん。飾ろう、飾ろう。はい、それじゃあ、全然花火とか見てない。まあ、後から手持ち花火もやるから。よし、来い。毎回毎回説明が長いよ。もう何回も買ってるんだからいいじゃないか。はい、どうも。10個セットとか売ってくれたらいいのにね。そしたらもう一気に買って、一気に食べて、一気に交換みたいな。で、セットの場合はちょっと値引きみたいな感じで。そんなケチなこと。ケチだからしないかもしれないね。はい、ててーん。さあ、中身は？にゃー、残念賞。これはもうダメかな。とりあえず今んとこ、残念賞は線香花火と、吹き出し花火？この2種類がゲットできたんだけども。さあ、次の残念賞、これは被るんだろうか、被らないんだろうか。はい。どうすか。まあ、外れ結構ね、いろいろ種類あるよね。現実でも。どうすか、どうすか。あ、線香花火かぶった。かぶった、ここまで。ほな、またチャレンジしてくださいね。また楽しみにしときますよ。ちょ、待った、私、静江さんにさ、花火渡して一緒にやりたいんだけど。そういうことができればいいのに。待って、私。はっ、ここじゃなかった。へい、よっしゃ、来たー。さあ、中身は何でしやろうか。くじ運のない私に、バルーンの床のプレゼントが。じゃあ、ちょっと花火やりまーす。間違えて話しかけた。あ、そうそう、これよかったらどうぞ。ほ、花火。その大き花火でもっともっと花火を楽しんでくださいね。ありがとう、しずえさん。あー、いいね。いいね、線香花火。しかし線香花火は儚い。え、しかも蚊に噛まれたんやけど、どういう、切な。切なすぎるんですけど。はい、そしてイエーイ。いいし、楽しいし、私。すごい見守られよる感が半端ない。はい、そして、吹き出し花火。いいね。もう花火とか何年もやってない気がする。一応ね、打ち上げ花火とかは毎年見に行きようんやけど、なかなかね、なかなかこう、花火。いいね。あ、ちょっと危ない。バロンチーノさん燃えるよ。も、燃えるよ。これでもう。あ、すごい。回収した途端になくなったんやけど。あ、あったわ。花火の燃えかす。いや、あれだね。うちの村にもちょっとゴミ箱がいるね。ゴミ箱がいりますね。多分あれ、有料の引き取りになるやろう。はい、ということで、まあ、私のくじ運では残念勝率が高く A 賞は出ませんでしたということで、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
私さ、あのちっちゃい花火が連続でババ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 ってなんかいっぱい上がるやつ、あのタイプの花火一番好きなんよね。え、可愛くない？なんかいつもそれを写真撮りたくってミスる。